はいどうも、つったり TV エビでございます。ゴールデンウィークど真ん中ですね。晴天に恵まれた連休の真ん中なんですが、今日はねちょっとバイクに乗ってふらーっと流してこようかなと思うんですが、でこれね、ロッドケースを詰めるようにちょっと改造しました。振り出しロッドが2本入ってますが、で、天気もね気持ちいいんでちょっと相棒に乗ってふらーっと流しながら、多分ねどこも釣り場混んでると思うんですが、なんか空いてるとこあればねちょろっと立ち寄って竿出してなんかちょこちょこやってみようかなと思います。ということでゴールデンウィークのツーリング行ってまいります。ご安全に。さて何箇所かね、海ね鳩を回ってみたんですが、2箇所目3箇所目ですとね、ちょっとね人がやっぱり多すぎて立てる場所なかったんで山に上がってまいりましたね。広島と山口の県境にある八坂ダムですね。でここもね案の定、おかっぱりできる場所がねもう人だらけです。で唯一ねちょっと人がいない、ワンドというかね、ところにやってきたんですけど、ここだけ人がいなかったんでとりあえずやってみようと思います。さあじゃあね使っていくのは、ザップのインチワッキーの大きい方、インチワッキープラスですね、これの 1.3g とフリックシェイクの 4.8 で、今日はねフリックを3本つけてみようと思います。フリック3本、これをどうつけるかというとですね、まず1本目はねここの鉢巻きの上側から刺します。で2本目は真ん中から普通に刺す。で、あれもう一本どこ行った。3本目はね頭と尻尾、太い方が頭としたら細い方を尻尾ね、これを逆向きにして同じように刺します。こっちが今度頭なんで、こっちがこうか、こうですね、こう刺します。ちょっと今3本ついた状態で、最初につけた方がちょっとね長さ左右尻尾側を長く刺してるんで、これを90度回して縦刺しするとこんな感じ。もう気持ち悪い。これねオクトパスフリックと言いまして、フリックシェイクの生みの親の畑拓磨氏がね密かにやっているフリック3本掛けっていうねやつなんですが、アピール力がまあすごいんですよ。当然ね1本だけでもまあフリックは釣れるんですが、これがね3本がドゥワン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 動くと、
まあまあ、はい、まあまあ言い方。来ました、いい気分。ゆい30センチ、カットテールのノーシンカーでした。いい、よし、バイバイ。さあ、後ろにね、素敵なマットが広がっている、バックウォーターエリアですが、ソルパラの方にはですね、こちら、ダニーのテキサス 3.5 グラムですね。で、フリーゲームの方にはこれ、ギルフラットジュニアですね、が今セットしてあります。釣れますかねあんまりねバス釣り得意じゃないんですがね、振り出しロッドを使ってね、ちょっとチニングとかねご紹介しましたけど、バスもね、釣れるんだよというのをちょっとお見せできればいいなと思っておりますが、行ってみましょう。さあ、さっきから何匹かね、そこそこのサイズのやつがマットの中をね、出たり入ったりしょうる。そんなに簡単にはいかないですね。めっちゃでかいのった。恋か思うようなのった。完全にバスやったけど。ふらーっと泳いでた。
やりました。さあやりましたね。ダニー一世のねクリーチャー系ね、ダニーのテキサス、こんな感じね。 3.5g ぐらいかな、3.5g のテキサスですね。マットの中に入れてネチ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 ね誘ってましたら来ましたね。まあサイズはねそんな30ちょっとぐらいかな、34、5ぐらいなんですが、やりました。ありがとうね、バイバイ。さあ、というわけでね、ソルパラ振り出しでバスフィッシングをお届けしたんですが、一匹だけね、中ぐらいの30半ばぐらいだったですかね、一匹だけだったんですが、まあ海でも山でも大活躍ね、お手軽コンパクト振り出しロッドでね、バスも十分釣れますということで、でかいのね、40後半50あるなしぐらいのがねマットの中行ったり来たりしょるのね、3匹4匹ぐらい見えるんですけどね、わしの腕ではちょっと食わせきらんかったですね。まあということで苦手なバス釣り1匹釣れたんでよかったんじゃないでしょうか。ということで、釣り TV エビでした。ではまた、バイバイ。